続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信しています。ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。今月新刊40歳からは自由に生きる、生物学的に人生を考察するが話題になっています。山梨大学早稲田大学の名誉教授で生物学者池田清彦先生です。はい、今日はねリモートなんですけど、うん、ちょっとあの背景の桜がすごいですね。そうね、これはね、うちの女房と親父のね、ちょっと女房の親父と女房の袋のお墓のストランディングやってる桜なんで、ね、へえ、立派なね桜で、ね、ちょっと待って、今咲いて、それなんいや、もうだいぶこれはね、食って今年の春取ったのをくっつけてて、僕のうち汚いから ね、この壁紙っていうか後ろにこれつけてただけ。そうですよね。これ、うん、ここはね、うん、今和の清志郎とかね、はい、そういう人もね、あの入ってる立派なお墓でね、うちの神さんの、はい、うん、あの親父とおふくろが入って、あ、そうですか、立派、しだれ桜ですよね、多分、はい、そうそう、しだれ桜、紅しだれっていうんでね、なかなか立派な桜、はい、あの1年3ヶ月ぶりでしたが、うん、お変わりなくお元気でしたか。うん、まあなんとかね、コロナだったんで、まあちょっとね、うん、あちこちに制限されるの大変だよね、うん、それ以外はどっちか、うん、今だから本ばっか書いてて、うん、はい、暇だから今年先生暇って言っちゃダメですよ。この本で7冊目だよ、今年本で。あ、そうですか、すごいですね。あと1冊10月に出るから少なくとも8冊出る。1年で8冊って相当な量ですよ。すごいですね。そうね、もしかしたらもう 1,2 冊出るかもしれないけど、ね、先生うるおっちゃん、うるおっちゃん。でもね、あんま売れねえから大したことない。いやいや、結構ある程度売らないとね、だからなんていうんですか、あの講談社とかね、雑誌社っていうんですか、本屋さんもね、あの売れなきゃ出さないわけですから。そうそう、本屋のために書いてるとかもあるわけでね、まあ人助けのためみたいなもん。そうですね。いやいやいや、あともう一つ、そのなんかうちが汚いからって言うけど、その背景すごい、まあ本当にリモートでこんなに綺麗なバッグ見たことないですよ。うん、そうですか、それはどうもありがとうございます。大体ね、いやいやいや、人工的な山とか川とかなんですけどね、うん、そうそう、うん、はい、あとはうちのね、あの、はい、本棚の前とかね、そうですね、うん、狭い空間が多いですけどね。そうですね、後ろが障子だった方もいらっしゃいましたよね。そうね、そんなものがね、普通だよね、はい。先生は今、失礼ですけど、お年伺っていいですか。うん、後期高齢者75に至って。あ、そうですか。あの、うん、免許改革か書き換えの時に認知症の検査とかさせられて、うん、頭きてる気に、あの、免許は返納する気がないとおっしゃってます。全然ないね。どうしてですか。だってあれってさ、高齢者差別じゃないですか、別に、うんうん、高齢者だってね、全然運転するの上手な人もいるし、あんまり危なくない人もいるんで、若いやつも危ないやついるから、全部検査するようになるんだけどね。そうですね、なんか若い人から。認知症といってもね、軽い認知症はね、あんまり運転するの関係ないよ。ちょっと昔のこと忘れてても、今現在の状況を把握すれば、運転ってのはできる。あ、そうですか。そうか、今朝何食べたか覚えてなくても、うん、信号機が分かれば大丈夫ですもんね、うん、そうそう、全然大丈夫。僕の親父だって結構半分認知症のやつで、俺より運転うまいやついっぱいいるもん。だから大丈夫。じゃあ先生はどういった時に免許は返納しなきゃなと思います。あ、それはやっぱり自分でこれはちょっとダメだなとか、神さんがもう返納したらいいよとか、うん、そうやって自分の、うん、まあ、信頼できる人がもう免許は無理と言ったら返納するけどね、うん、あ、それは応じるんですね。それはだって、まあ、その客観的にそういう人が言えば、やっぱり自分で分かんないところでなんかよっぽどひでえことしてるんじゃないかって気がするよね。いや、でもなんかこう、まあいい、でも今それはたまたま神さんっておっしゃったけど、いいですね、そういう冷静な判断ができる、信頼できる人が近くにいるっていう意味ですもんね。そうだね、尿をすると困るよな、アプロ自殺にするから。奥様は運転されないんですか。あ、尿は運転する。尿はすごいですよ。尿はね、そう、20代の終わりから30代にのかけてほとんど毎日運転する。今もちょっと車で出かけてるんだけど、はい、無事故も違反です。あ、すごい。だからゴールド免許なんていうダイヤモンド免許でももらえつくね。ないですよそれ、はい、ゴールドのさらに上みたいな。、うん、だってほとんど毎日、なんだろうな、もう女房73だから、うん、もう、うん、
本当に、まあ、すごいよね。もう長いこと運転してて、ね、全然事故を起こしたこともないし、違反を起こしたこともない。それで僕は昔しょっちゅうスピード違反で捕まってたけど、ね、今はそんなことないけど。ちょっと人は見かけによらない感じが今。とても穏やかなお顔をしていらっしゃいますが、今回のご法は40歳からは自由に生きる、うん、これはもうなんかあんまりあの聞き方によっては人の言うことなんかそんなに聞いていられるかみたいなようにも読み取れますがどうでしょう。そうだね、うん、そうそう、だから自分で自分のね、うん、まあ、生き方みたいなの決めて、うん、なるべくそれを守っていきなさいっていうことなんですが、でたらめに生きろっていうことじゃなくて、うん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 、だからそれはやっぱり、ね、自分で規範を作るってことはね、とっても大事なんですよ。だからそれが人に与えられた規範じゃなくて、自分が作った規範だったら、自分で守れるじゃん。マイルールだ。そうそう、マイルール。で、それがもちろん法律に違反するような規範では困るけれどもね、そうじゃない限り、どんな規範を自分で作ろうと、それはその人の自由だから。他の人はその人の批判についてあまりごちゃごちゃ言うなって。でもなんで40歳なんですか？あのね、人類の寿命って最近分かったんだけど、38歳ぐらいなんだよね、自然寿命っていうのは。これあの DNA を解析してちょっと難しい話になるけど、はい、そのメチル化って言ってね、その DNA を動かすという、そういう重要な部分があるんだけど、それを解析するとどうも人類の自然寿命っていうのは他の動物と比較してもやっぱり38ぐらい。チンパンジーもゴリラもネアンデルタ人も、みんな大体そのぐらいが寿命なんだ。意外と短かったな。っ案外短かった、うん、で伸びたのはやっぱり医療だとか、まあ、食い物が良くなったってことだと思うんですね、一番。なるほど、食べ物なんですね、でもだから逆に言えば、まあ、寿命が40歳ぐらいだろうから、こう40歳以降はこうもう先生の中では無駄な人生だと。余分っていうか、おまけの人生だよね。おまけの人生。儲け者だって38で死ななくて、あと横残りの人生あるのは儲け者だから、その儲け者はありがたく楽しんだらいい、そういう話。はい、それは楽しんだらいいという意味は、まあ、世間の規範にとらわれずに自分のルールを持って生きろみたいな意味合いが強いですね。そうですね、うん、タバコはやめる、酒も飲まない、糖質など好きなものを食べ物には手をつけないといった我慢を強いる健康生活は長生きしても楽しくもなんともないというふうにおっしゃってます。そうなんでね、長生きするとは限らないしね、そもそもね、あんまり、だからそのあんまり禁欲してる人はどっちかというと、早く死ぬんじゃないかと僕は思うんだよね。確かに節制しすぎるとなんかこうストレス溜まるっていうのはよく聞きますよね。うん、フィンランド症候群って昔ヘルシンキでね、1200人ぐらいのね、40歳か45歳ぐらいの働き盛りの男の人を集めて、半分ずつ分けて、お医者さんに管理して、ちょっとでもさ、ちょっと、糖尿病になりかけの人は全部、高血圧の人とか、それから、いろんなね、検査して、それでお医者さんに管理された人と、好き勝手に生きてた人をこうやって分けた。で、その後15年間の死亡率を調べたら、お医者さんに管理されてた人の方がたくさん死んでたことが分かった。すごい実験してますね、フィンランド。そうそう、だからあんまり医者に行って医者で言うこと聞いてはいはいって言ってるやつの好きに来てたお家の方がどうやら長生きする。それって日本でも当てはまりそうですか？だから当てはまると思いますよ。日本じゃそういうコントロールするような実験ありませんけどね。向こうはそういうことよくやるよね。例えば日本は健康診断してると健康診断してない人の死亡率の比較なんて知ってないけど、アメリカではそういう比較を3度ぐらいやって、全く差がないってことが分かって、だから健康診断無駄だっていうことになってやってませんよ、アメリカ。先生のご本にもがん検診意味ないって書いてあって、そう、がん検診もそうですよ。ほとんど、だから、具合が悪くなってから行けばいいわけですよ、医者にはね。具合が悪くないうちに行くと、ストレスの方が大きいじゃない。でも早期発見とか言うじゃないですか。ね、早くね、治療した方がいいって。まあ、若い人は早く発見してさっさと通るってことはあるけど、年寄って早期発見してもあんまりメリットないよね。どういうことですか？早期発見すると治療されることが多いでしょ。はい、もう僕は治療しないかもしれない。僕はそもそも
眼検診に行かないから早期発見もないとないけど、治療してもですね、治るがんはな治るし、治らんがんはどうせ治らないんだよね。そうすると、結局、その早期に治らないがんの場合は、早期発見しても治療してる時間が長くなって、ストレスがかかって、クオリティオブライフが下がるから、だからあんまり早く見つからない方がいい。でどうせ、例えば75ぐらいになって、がんが見つかったって、まあ5年や6年や7年ぐらい生きてるわけだから何もしなくたって。まあ進行がしにくいとは言いますけどね。うん、それで、まあ年寄りは進行遅いし、それから抗がん剤なんか打つとそれ毒だから、それで死ぬ可能性も高いし、だから、まあどっちにしても死ぬわけだから、何もしなくても死ぬ。あんまり関係ねえように言う。まあ、そうだから80歳なんだから絶対そのがん検診とか行って検査とかして治療とかしたってしょうがないと思いますよ。そうですか。うん、養老さんなんかは、まあ、昔ね、解剖のお医者さんしてたからよく聞くけど、年取った人で解剖するとどっかにがんができてるっていう大抵は、うん、確かに、うん、だけどそのがんで死んでない、別の死因で死んでるから、がん抱えて長く生きてたから、それで別の病気で亡くなったってね、うん、そういうことあるじゃん。あ、でも正しいですね。がんが進行する前に違う病気にかかって、うん、やっぱ命を落とす人がほとんどですね、うんうん、これそう、大体そう。あくまであれ40歳以降の人の話として受け止めるそうで、若い人はあれはちょっと別だからね。若い人は元気だから、まあ、さっさと、うん、分かったらどうなるか分かんないんだから、ちょっと取っちゃったらいい、ちっこいからね。はい、なるほど、うん、血液のがんなんか抗がん剤よく効くから、うん、さっさと治るものは治したらいい、うんうん、はい、いや分かりましたけど、それでもなんかこう先生はそういう意味では健康に留意したことはもうこのお年になったら何もしてないっていうことですか。うん、それは自分では、うん、まあ、うん、要するに医者に行かないだけで自分ではいろんな健康に留意してますよ。例えばこの食い物はどうもちょっと体に悪いとか、うん、今日は腹の調子が悪いとか、いろいろと関係して、だからあまりにも自分で調子が悪くなると、うん、まあ、ちょっと考えてどうやったら治るかなっていうようなことは考えますよね。医者には行かないけど自分で治してますね。あ、じゃあちゃんと本能に従って自分のルールに沿って健康法なんですね、うん、そうそうそう。でそうやって、まあ、ちょっと眠りが足んないとかね、うんうん、僕らものすごく遅寝遅起きだから、うん、大体1時ぐらいに寝て9時ぐらいまで寝てますからね。だから年寄りは早で早起きて全然僕に当てはまる、うん、あ、それはね、俺もね、あれはちょっとなんかおかしいなと思ってるのね。あ、そうなんですか。俺も寝るのは夜中の2時なんですけどね。はい、うん、え、でもそうやってリズムがね、ちゃっと合ってる人はそれで、その方がいいんだよね。だから一番まずいのは、今日は朝の5時に起きて次の日は朝の9時に起きてっていう風にバラバラにしてると生活のリズムが悪くなるんですよ。そういう人はだいたい早死にするよね。そうですよ。だからいつも夜中の2時に起きて朝の10時ぐらいで寝てるっていうタイプの人は、それはそれでリズムが合ってるから、それはそれでその方がいい。あ、それを貫けばいいんですね、ちゃんと。そう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 。でも先生の理屈からすると、長生きしても仕方がねえみたいな。仕方がねえっていうか、長生きするっていうだけじゃ仕方がない。だから長生きしてもいいんだけど、楽しければ長生きしてもいいんだけど、楽しくないのにね、長生きしてもしょうがないですよ。ベッドの上で縛り付けられて3年も4年も5年も生きててもしょうがないんだけどね。そっか、自由に外出もできなくてずっと入院してるとかっていうのはやっぱり楽しくないというか、楽しくないよね、それは。じゃあもうちょっと話すると、なんかそれ突き詰めていくと、ちょっと安楽死みたいなこともなんか、うん、僕は安楽死で反対してんだよね、ずっとね。そうですか、うんうん、なぜかって言うと、安楽死ってのはね、こうめんどくさいっちゃめんどくさいっちゃまずいよね、いろいろな意味で。まずいですか。あ、うん、そうでしょ。だって元気だけど、こいつもう邪魔だから殺しちゃおうと言って、なんかいろいろとごまかして安楽死に署名させて、本人は死にたくないんだけど騙されて殺されちゃうみたいなことがあって、あるいは遺産がいっぱいあって早くもらいたいやつがなんとか騙して安楽死の書類にサインさせるとか、あ、まあね、そういう犯罪がね、起きるが温床になって、うん、安楽死にサインしようとしないと人間いずれ死ぬって何してるって。だからあんまりそんな死ぬことについてスタブダスタことしない方がいい、ね、うん、そういう点じゃ、まあ、日本はまあいいと思います。スイスなんかね、安楽死を一生懸命やってて、時々、まあ、尊厳死とも言いますけどね、尊厳死。あ、尊厳死はまあちょっと安楽死と違うよね。だから例えばこういう状況になったら、うん、まあ、あのチューブつながないでくれとか、うん、ほっといてくれとか、うん、それはその人の意思だからね、うん、それは自然に死ぬわけだから、うん、なるほど、うん、
ご本の中ではあれですね、浮気も別にいいんじゃないかっていうふうに、うん、まあ別に浮気しろって勧めてるわけじゃないけど、うん、まあ、本人がそういうふうにして別にそれで、うん、何も問題なければ浮気しようと不倫しようと勝手にしてくれって話ですね、はい、それはただそれは相手がいるからね、うんうん、それ女房も浮気してて、うん、自分も浮気しててそれでハッピーってそういう人もいますよ、浮気言ってね。自由だなそれは何ですかの、うんうん、生物学的に見てのご意見ということですか。あ、そうそう、生物学的に見ると人間はね、うん、多分ね 1分1.2歳かな 1.2 歳と女の人ね、だからちょっと一夫多妻に偏ったような動物ですね。あ、そうなんですか、生物学的に、うん、それは男の人の方が体がでかいから、うんうん、だから男の体がでかいって女の人に比べてどのぐらいでかいかっていうことと、うん、その一夫多妻がどのぐらい進んでるかっていうことは関係してる、うんうん、だから例えばゾウアザラシなんて女の、うん、メスのゾウアザラシの4倍から5倍を押すのがでかいから、はい、これは完全に一夫多妻がすごいでしょ。ハーレム抱えて一人のオスが、うん、まあね、100頭近くのメスを面倒見てるのか、うん、体の大きさに関係してるっていう。そうそう、体の大きさに関係して、性選択で、うん、オスが強いオスほど、うん、まあ、子孫を残せるとなると、うん、どんどん体がでかくなる方に選択がかかる、ね、うん。だから、一夫多妻が大きくなれば大きくなるほど、オスがでかくなる、うん。確かに逆にメスが大きいって、うん、オスがいっぱいっていうのもありますよね。うん、まあ、そういうのは、哺乳類とかとあんまりないね。脊椎動物は。タマシギっていうのは、一切タフだね。メスの方が、たくさんオス持ってて。うんうんうん、それ全部子育てをオスするんだよ、タマシギが。うんうん、メスは時々オスのとこ行って、うん、私の卵を産んでくれないって、それで、あとはあんたが育てるんだよって、次のオスに行って。で、ただオスもですね、メスを選ぶ権利があるから、あ、このメス嫌だから、あんた宅を見しないって。ただメスが次のメス来るのもあって、そういうことがあって、どこの世界も一緒ですね。そう、選ばれるという選ぶ、だから人間の場合は、うん、オスは選ばれる方なんだよね、うん、で魂は人間のオスと同じような、だから魂のメスはやっぱり選ばれる方、うんうん、だから人間はオスっていうのは結局メスに選ばれるから、だからメスはとやっぱり子供たくさん産めないから、だから一番いいオスの子、うん、オスの遺伝子もらいたいから選ぶ、うん。だからメスってなかなか、ほら、人間の女の人ってなかなか難攻不落ですよ。男はね、難攻不落の男っていないですよ。ちょっと色目つかやすぐに落とすの簡単でしょ。だけど女の人は、ね、はい、くどくの大変ですよ。はい、そこは同意見です。なんか今日お二人気が合ってますね。いやいや、この時間っていうことよりも、先生、そう、今そういうことはその生物学的にはそうなんだけど、なんかこの今の日本の現状からすると、なんかこうちょっと不倫しただとかそういうようなことはもう完璧なターゲットみたいになっていってるじゃないですか。そうですね、特に有名人がね、うん、それで商売できなくなっちゃったりするからね、はい、それってだけど、ね、うん、一夫一妻が正しいそのあり方だっていうのはつい最近の話でしょ、うん、それはピューリタンの話だからね、はい、だから今は、はい、うん、まあね、昔は一夫多妻なんていうのにどっちかなかったわけだけど、だからそれはまあ、そういう西洋的な、まあ、思考に侵されているって気もしないでもないよね。まあ、未だに一夫多妻制の国もありますからね。うん、そうだね、ありますよ。まあね、うん、だから、うんうん、ありますよ。はい、でもご本の中でですけど、あちこちちょっとこうつまみ食いしてる男がいたとして、その男のも。エクスタシーを感じる度合いよりもずっと真面目に生きて、生涯に1回ぐらいの浮気をした時のエクスタシーの度合いは比べ物にならないくらい大きいっていうふうにお書きになってますよね。はいはい、だからそれは自分で、規範を決めて、はい、で規範を決めるってのはその規範をまあね、破った時の喜びってすごいから、うん、そっか、だから一回こっきりのそのなんか不実の恋みたいなのが
もう死ぬまで思い出になっちゃうみたいな。そう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 。だけど毎日毎日不倫してたらそんなものさ、超面白くもなんともないじゃないですか。飽きちゃいますよね。飽きちゃうし。でもお話をこう伺っていくと、まあ、いろんな例えば自分に規範を自分の中で社会とは違った自分のルールを作りますよね。規範を、うん、で規範を作るんだけど、そのルール規範の中で生きていった時に、もしその規範をいろんな意味で自分がそれを破った時の喜びはかなり大きいってことになりますよね。そうそう。だけどなるべく破らないのが大事で僕は毎日、うん、あの夕方の5時になんだか酒飲まないっていうの決めてるんだけど、はいはいはい、時々ほら、うん、昔の友達なんかが来ると、うん、どうしようって2時だけ酒飲むから、うん、真っ昼間から酒飲んじゃう、うん、だ規範、うん、いつもの規範が破れるわけですよね。そうだから昼間から飲む酒ってめちゃくちゃうまいよね、安酒でもね。やっぱ昼酒の背徳感みたいなのはたまにあるんですね、うん、それはなんか全ての自分で作った規範の中にいた時に、全てのことにあのそのお酒だけじゃなくて怒るってことですか。まあタバコにしてもそれがジョギングであっても、ああそうです、うん、そうです。それがなんか長風呂をいつもね、うん、あの短く入ってるっていう自分で風呂のルールがあった時に、たまにものすごい長くお風呂に入った時には喜びが大きくなったりすると。ああするよ。それやっぱり、うん、今日はいいかったな、こんなに長く風呂入ったら久しぶりだなとか言って楽しかったって、ね、体も洗ったし、それこそあるじゃないですか、うん、はい、やっぱりたまにがいいんですね、うんうん、そうそう、たまにがいいの、たまにじゃなきゃダメだってね、うん、まあ僕は毎日酒飲んで36年間、うん、と1日たりとも酒飲まなきゃないけれども、うん、先生休館日ないっておっしゃってましたね、はい、ないな、休館日なんかない、休館日なんかしょうがない、うんうん、はい。もう一つちょっと別の視点で伺いますけど、はい、池田さんは日本は衰退途中国と挙げていらっしゃる途中だと、うん、利権にまみれの自民党政治が長く続いてきたことがその理由ですというふうにお書きになってますけども、これをそれじゃ あの衰退途中国はどのようにしてこう日本は変えていけるような方法とかあります？それともこのまま変わらないのですかね、うんうん、それは、うん、まあ、どんなものだって変わりますけど、どのぐらい時間がかかるかわからないけど、うん、はい、教育だよね、うん、で日本って結局そのルールを守れっていうことじゃ、さっきとも関係するけど、ルールを守ることがいいことだ、はい、ルールの、なぜそのルールを守るのかっていう理由はなくても、ルールだから守りなさいってこういうことってやってきた、うんうんうん、だからそうじゃなくて、そのルールは何のためですかって聞くと、例えば、まあ、ひどい先生は怒り出すよね、それはルールで決めたんだから、とにかくみんなが守ってんだからお前も守れ、理由なんかないぞっていうことですね。そうそう、理由で、その時に自分で決めたルールの方が大事だと思ってる人は反抗できるじゃないですか。だからそういうふうにそのいろんな多様性がある中で、やっぱり、そういう国の方が伸びしろが高いわけよね。日本は1960年代から70年代の工業精神をたくさん作ってる時っていうのは、はい、同じようなレベルの人がなるべく一生懸命働くっていうので日本は経済大国になったんだけど、今は時代が変わっちゃったんだけど、その時にやり方を踏襲してるところが多いんだよね。そっか、まだやってる。それも時代の、まだやってる。そうじゃなくて、いろんなやつがいて、で、まあ働き方もいろいろ、いろんなことがあって、いろんな、まあ、頭も程度もいろいろあってっていうのがやっぱり一番大事で、そういうふうにだんだん変えていく、そういうふうに変えてる会社もあるよね。そういうふうに変えてる会社って非常に伸びしろがあって、これから伸びていくと思います。僕も何個か知ってる会社あるけどね。だからやっぱり今までと同じように8時半に来て5時までみんなで一緒に働いて、それでまあみんなで後でね、お酒飲んで帰るみたいな会社よりも、まあ、勝手にみんながやってる会社の方が伸びると思います。だからそれは教育からしてそういう風に変えていったらいい。そっか、もう、はい、まあ、でも教育からなんですね、うん、それでもあれですよね、あの先生は、まあ、でもこの自公政権がずっと長く続いてると、うん、続いているのもやっぱしなんかこう、まあ、今変えられる手段はやっぱしみんなが一生懸命選挙に行くことだっていうふうにおっしゃってますね。うん、そうです。思うことが大事っていうことですよね、まあ、思ってることが、その、あ、そうそう、自分が流されないで、諦めないことがね、思うことが、諦めないことが大事ですよね。若い人は諦めちゃ困るじゃないですか。僕なんか諦めたらどうせあと10年も生きてねえんだから関係ないけどさ、はいはい
20代とか30代の人ってあとどのぐらい生きるかと思ったら、やっぱり自分の未来を考えたら少しでも日本を良くしないと住みづらくなりますよね、これからね、うん、少なくとも野党と与党がね、なんか拮抗するようになっていけば、最低いろんなことが起こりうる可能性は増えてきますよね。そうですね、やっぱり拮抗しないと好き勝手なことどうしてもしますからね、うんうんうん、さてそんな池田先生ですが、新刊40歳からは自由に生きる、生物学的に人生を考察するが、講談社現代新書より990円で発売中です、はい、40歳からね、うん、何かを変えたい、マイルールを作りたい人は必見です、うん、そしてもう一冊、専門家の滞在、嘘の情報が蔓延する日本の病巣が、扶桑写真社より902円で今月発売されました。8冊目ですね、うん、そうそう、それが7冊、はい、8冊目かな。もう10月にもう一個角川から本が出ますけど、おお先生潤っちゃう。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、生物学者池田清彦先生でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもこちらこそありがとうございました。どうも。